間で、まあ、今まで私の中でプロジェクションマッピングをやったりとか、そういうアートイベントを、ね、やっていきます。で今年はこの、まあ、逗子海岸の海の、魅力をですね、あのクリエイターのアイデアで新しい形で、魅力を放出できないかというふうなことで、まあ、照明家のデザイナーと一緒に、何ができるかということを、考えてきました。今回はですね、まあ、皆さんの後ろに青いライトがたくさん並んでるんですけど、ホロライトというまっすぐな細い線をあの投射するライトを使ってます。あのライトを波打ち際に、投射をすることで、波が、皆さんの目の前で浮き上がって見えてくると、いうような演出になってます。普通の照明と違って青いライトなので、水に投影されてもあまりそのライティングされてる感じがしないんですけど、波が砕けたところだけ、青く浮き上がって、まあ、白いところだけ反応するような演出の仕方をしています。まあ、光を使った波へのプロジェクションマッピングっていう風な、考え方で捉えていただいてもいいのかなと、思います。まあ、照明のデザインは、東京ライティングデザインの、矢野さんという、照明デザイナーの方と、一緒にプランニングをして、やってきてます。で、あの、まあ、全国いろんなイルミネーションありますけど、あの力技のイルミネーションではなくてですね、こういう自然に寄り添った形のライトアップという、これからちょっと大人な、光の演出っていうものをこれから逗子で、楽しめるようになっていったらいいなと思ってますので、今日機会に、皆さんあと2日間ありますので、日によって波の様子も全然変わってきますので、また、改めて足を運んでいただけたらなと思います。それではゆっくりお楽しみください。 ありがとうございます。それからですね、浜の東側の方に、テントがあるんですけど、あそこでですね、美味しいサンドイッチとかクロワッサン、さっき僕スモークサーモンのサンドとか食べたんですけど、すごく美味しいのがありますし、あと、まあ、ビールとか、アルコールから、ソフトドリンクなんかもありますので、まあ、そういったものをこう食べたり飲んだりしながら、波を見ていただくのもまた一興かなと思いますので、よかったらあちらも、ぜひご利用ください。